こんにちは。今回は立方体を切断する問題ですけれども、いつもの問題と比べてそんなに難しくないです。問題の内容を確認しておきますね。ある立方体を一つの面に、まあこれ横の面ですね。これに平行になるように切って二つの立体、A と B に分けました。A と B の表面積ですね。これの比が2対1であるとき、A と B の体積の比ですね。これを求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解くしたらその時点で動画を止めて考えてみてください。さあ、解いていきます。この立方体、一辺の長さも何も書いてないです。もちろん自分で決めてもらってもいいです。計算しやすいように、一辺の長さ1でもいいですし、6でもいい、10でもいい。こういうふうに適当に決めてもらってもいいんですけれども、この問題、立方体をこっち向きに切断してますね。問題のミソは、1回切ったら、表面積ですね。それがどれだけ増えるか。これを考える問題です。1回切ると、こういうふうにここまで書いてありますけれども、もちろん切り口っていうのはこういうふうにぐるっと回って、この切り口の面っていうのはこの正方形の面ですね。これ一つ分です。もちろんこう切ってそのままじゃなくて、この図のように二つに分けてるわけですね。ということは切り口はこっちにもこっちにもあるわけです。A にも B にもそれぞれ切り口があるわけですから、これの表面積の和ですよね。この和っていうのは元々の立方体。これより切り口二つ分だけ、これだけ増えます。っていうことは、もともと立方体っていうのは正方形が6つですね。じゃあ、これは A と B、表面積の和っていうのは、2つ合わせて A と B 両方で正方形の面、この6より切り口の分、正方形が2つ分ですよね。2増えて正方形8個分。これが A と B の表面積の和になるんですね。じゃあ今、表面積の比が2対1っていうことは、8を2対1に分けます。小さい方出しておきましょうか。3分の1倍して、これが B の表面積ですね。正方形3分の8個分です。ところが B に関して表面積として決まってるのがありますね。ここの面と、まあこっち側の面ですね。正方形、正方形。これはもう確定してるわけです。3分の8から2を引いて、こっちも図いらないですかね。3分の2。これが、ここを側面と見るならば、この3分の2がここの面積になるわけですね。っていうことはこれ、上下、前後、4つ全部同じ形です。3分の2を4で割ると、6分の1。この6分の1っていうのは、ここの面ですね。正面から見て見える分の面積。ここが6分の1。ということは、もともと一つの正方形だったんだから、ここ6分の5ですね。この面積とこの面積の比、これが5対1っていうことは、こことここの長さの比ですね。これが5対1。この A と B っていうのは、こっち側から見た面積ですね。これが一緒なんだから、この5対1、これが高さの比になりますね。だから A と B の体積の比、5対1。これがそのまま答えになりますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。